めげないしゃべない。ごめんなさい。はい、今回の動画は、一番くじ、エヴァンゲリオン初号機暴走おーやっていきまーすイエーイ初号機暴走だけど、今は筋肉暴走したよね。最近の一番くじ、もうどんどん延期延期って形になっていますが、今回のね、エヴァンゲリオンも、もともと5月4日発売予定だったのは、5月14日発売に延期になりました。で、こちらがね、対象店舗、なんとセブンイレブン対象になってますので、安心して引くことができます。さらに1回680円とお手頃になってますので、興味あるからぜひ引いてみましょう。はい。まずは上位賞、フィギュアが4種類。一番の目玉、A 賞。こちら、初号機のフィギュアがまたしても、ネバーインパクトシリーズ。こちらね、なんと 27.5 センチのめちゃめちゃでっかいフィギュアが、もうポーズも、おーしてる。おーしてもね、これ箱も絶対でっかいよ。大きいよ。確かに。そして、B 賞、アスカのフィギュアよ。筋肉の推しの。やばいやばい。もう飛んでるよ。もう飛んでるよ。この表情といい、このポーズといい、うん、この露出度。おすごいよね。どうしましょう。もう筋肉暴走しちゃうでしょ、これ。暴走しちゃう。で、C 賞がレイちゃんのフィギュアなんですけども、うん、もうさ、さっきのアスカと比較して、はい、何この防御力の差。そう。ガッチガチ。ガッチガチ、ガード硬い。ねえ。ねえ。肌出てるとこ顔しかないで。肌出てるの顔と株でしょ。いや、株って何、株の肌ってなんだよ。そして D 賞、カール君のフィギュア。めちゃめちゃシンプルですね。そうだね。うん。そして E 賞、アクリルスタンド。こちらなんと全15章めちゃめちゃ多いんですよ。見てください。ここ、いるんですよ。これ見た瞬間に欲しいってなったよね。ただ E 賞引いてもさらにそっから15週のうちの一つ引かなきゃいけないんでしょ。これ壁厚くね。厚い。うん。そして続きまして F 賞のタオルアソート。こちら選べる全10種ロングタオルとハンドタオル、この2種類あるんですけれども、ハンドタオルの方見てください。右下から、はい、こちら霊背景バイアス調べでやるとね、これね、期待値 80% オーバーなんですよ。これめちゃめちゃ厚いタオルですよ。急なパチンコトーク。でさらにその上行ってみましょう。格納庫、これ格変濃厚です。もうこのステージ出た瞬間にもうガッツポーズ、もう足組んでまだ演出見るだけ。ドヤれるドヤれる、ドヤ顔ですよ。そしてこの霊背景の左側、タオルくんなんで、これもプレミアですね。はい、こちらもね、各年濃厚と映画立ちになっておりますので、非常にご利益のあるハンドタオルがなんと3種類もあるという感じでね。いやーもうワクワクですよ、これ。君ちょっと一番くじのスタッフに謝れ。パチンカスのために作ったアイテムじゃないんだよ、これは。お前でもさ、逆にさ、お前エヴァンゲリオンどんだけシリーズパチンコで出てると思ってんだよ。何年やってんだよ、そのパチンコ。そして続きまして最後に G 賞クリアファイルステッカーセット。こちら選べる12種類でございます。うん、まだ終わらない。なんと、ラスト1章ちょっとカンペ見る。エヴァンゲリオン第13号機疑似進化第3プラス形態カッコ推定カッコ閉じフィギュアー。おー、よく噛まずに言えた。すごいすごい。ここがラス1にしかいないのがヤバすぎる、うん、どんぐらいヤバいって、あれだよ、ストゼロにモンエナ入れちゃうぐらいヤバいよ。ヤバいね、それは。ヤバいでしょ。はい、ということで今回の企画、A 賞エヴァンゲリオン初号機フィギュア出るまでやっていきます。ちょ、待って、A 賞だけじゃなくてよ、はい、あんなに B 賞にも焦点当てたんだからさ、おうおう、 B 賞のアスカも引きたいよ、こっち。じゃあ A と B 両方引くまで当たり前よ。やっていきまーす。嬉しい。筋肉暴走。俺は5000分ぐらい引いとくんで、うん、あとは頑張ってください。うおー。上でいいんじゃない？あ、じゃあこれちょっと戻します。うん、すいません。これ下がフィギュアだったな。やったね。ごめん。雑魚だわ、うちら。いや。ラスト。ここで。お。やりよる。いきます。7いく。7。すいません。
し。栄翔。お願いします。頼むよ、栄翔。栄翔ね。だんだんアップしてるね。なんだった。これは。まあね、フィギュア確率厳しいからね。そうね。とはいえ、こんなん出ないことあるか？いいばっかり。ラスト。え？F と E だけ？F と E しか出てないよ。E と F しかないです。はい、F しかないです。店員さん楽だね。フィギュア確率がちょっと、うん、普通より高い状態、65分の7がフィギュア、65分の7、そんなから4分の1で A が出る。そうだ、 A を出せばいいんだ、うん、A この日のためにね、今日仕事を頑張ったもんね。そう、そういうこと、頑張ったんだよ。A を引くためにさ、今日この日を迎えたんだ。ご褒美の A 賞を迎えよう。そうです。A で。あ、もう軽くフィギュア出たけど。A だ。A でじゃん。A で。A。あ、G だ。ちょっと新鮮だわ。もっと喜べよ、G 賞。G でしょ。快勝でしょ。A が欲しいねん。A が。ああ。うわ。バランスはでもいいんだよ。そうか、慰めの言葉じゃないそれ。バレたか。なってないよ、慰めに。ラスト。やばい。叱らねばならない。毎回こうなんですよ。毎回ね。学習しないんだわ。3。4。6、さあ7です。7、はい、どうぞ。 A。 おめでとう。よかったね。よかった。こっからもう、そうね、あと自分でこれで B とか引いちゃったらもう C 引いたらコンプよ。そうか、フィギュアコンプか。 C かコンプを。その中でおい、レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん、チャンレイ、チャンレイ、どこ行っちゃった。チャンレイ、惜しい。ちょっと一本線が余分に、余分にチャンレイ、パッと見 C に見える。おお、お疲れ様でした。無事企画達成、お疲れ様。よかった。よかったね。よかった、本当。いや、俺もちゃんとね、仕事したから。そうだね。なんと B 賞7回でゲット。その後ね、筋肉頑張ったけどね、ちゃんとフィギュア2体出して、でしっかり A も出したっていうね、うん、ロットの半分40回ぐらいかかるかなって思ったら、結果28回。でしかもフィギュア確率10分の1なんだけど、3体出てるから、まあ、気持ち勝ちかなっていうところね。でその3体出た中のよ、しっかり A、B が出たのが、もうめちゃめちゃ比較的にはもう優勝ですね、これね。だね。はい、 G 賞クリアファイルステッカーセット、レオナに選ばせたんだけど、何選んできたんだろうなって思ってさ、こうやって重ねてるじゃんね。2枚引いたんだけど、うん、ちょっとね、光をね、こういう風にするとね、もう浮き出てんだよね。カオル君の背後にいるんですよ。はい、いるね。ゲンドゥが。ゲンドゥさんいるんですよ。フェスさんもいるんですよ。いや、この組み合わせなかなかないと思うよ。ないなぁ。すごいよね。はい、筋肉が選んだのがこちらの6枚という感じですね。はい。あ、バランスいいね、筋肉ね。そうでしょ？うん。おじさんはいないんだわ。確かに。はい。だけど、クリアファイル1枚とステッカーが1枚。はい、ね。やった。うん。あ、ステッカーすごいシンプルやね。そうだね。数字の2って書いてある。2号機。裏面のこの模様と、はい、こちら、合わさって、はい、一体感。なるほどね。うん。なるほどね。すごいね。最近の一番くじこういうクリアファイル結構多い気がする。うん、なんか工夫されてるよね。そうだね。だからキャラクターがね、すごい浮いて見えるっていうのかな。あ、うん、そんな感じですよ。はい、続きまして F 賞タウラーソード。はい、はい、ちゃんと霊背景と格納と選んでるよ。これもね、レオナに選んでもらったんですけど、うん、あ、分かってんな、さすが。たださ、コール君
じゃなかった、こっちロングタオル選んでる。あー本当だ、いっぱいちゃんとおるよタオルくん。なるほど、開けてみました。はい、すげえかっこいいな、すごいね、めっちゃかっこいいね。はい、こっちロングタオルで、筋肉がハンドタオル。はい、ロングタオルでもね、サイズ感パッと見大きそうに見えるけど意外と細いっていうのかな。こっちもね、あの大きいよ、これはこれで大きいですね。でタオルはね、そのクリアファイルのデザインとはまた違って、そう、ほら顔の表情とかそういうのがないんよ。だこういうイラストなんだよね、今回使われてるのはね。だすごいシンプルだけど、そこにまたねかっこよさありますよ。はい、続いてアクスタ YS1 個、そして筋肉がいっぱい6個あるからね。いやー玄道さんよ、もちろん推しの、まあ、YS だったら、レイちゃんで、筋肉だったらアスカとかもいるんでね、まあそういうところも狙いつつも、うん、まあ冒頭で言ったやっぱ玄道さん、ここ狙おう、うん、まずは多分ね髪多分挟まれてるんでですね。はい、はい、この状態からいきますよ。はい、いきますよ、はい、せーの、ほい、はい、おおい、ゲンドー、え、ゲンドーさんですか。うん、なんだ、まあ、確かにサングラスしてるしな。くじを引かないなら帰れいや、引いたいきなりゲンドーさん引いちゃうのはね、動画的にはちょっとよろしくないですねいや、もう一体おるかもしれないな、ゲンドーさんはい、じゃあこっから筋肉の、開封をね、はい、ワイヤスも開けていきますという感じです。それでは行きましょう、二つ目、せーの、はい、おお、え、うわー、アスカとマリー、やばくない、すげー引き強っ、え、やるじゃん、おい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 、はい、行きます、せーの、ハイザーコールくん、え、レイちゃん、やばくない、すげーよい、ちょっと待って待って待って引き強っ、シンジ君は確かにここまで来たらシンジ君引くね、そうだね、僕はエヴァに乗ります、行け、乗ろう、ゴー、ちょアイドル最後にフィギュア全部開けちゃいます。いや楽しみだね、まったくだよ。はい、じゃあまずカオルくんからいきましょう。おい、背高い、そうなんだわ、うん、意外と高さあるよ、そうね、うん、21.5 センチとか生えてあったでしょ。はい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 、でかいよね、うん、スタイルいいな、良すぎでしょ、羨ましいわマジでちょっとねこの鎖骨らへん見てくださいよ、浮き出てる筋肉、あー確かにこの首筋、そうね、この首元といい、セクシー、あーカオルくんセクシー、確かに、でここの襟の部分とかもすごいリアルやね、そうね、シワの寄り方とかすごいよこのワイシャツ、確かにあの写真とかで見たらすごいシンプルで、うーんっていう感じだったけど、やっぱ実際見ると細かいところ結構細かいね、そうね、でベルトの部分もね、まあ、横から見ると分かると思うんだけど浮き出てて立体感あるんですよ。はい、で靴もね作り込みしっかりされてますね、うん、紐のところがねすごい細かい、後ろのね髪型よ、おすごいな、ツンツンしてるもんな、ねえこれセットするの大変だね、そうね、これワックスで毎朝やってたら睡眠時間結構削られるよ、これ。そうだ、朝もう何時間かけてこれ。うん。すごいよ、努力だよ、これ。確かに、やってらんねえな。筋肉。はい。この瞬間を待ってたんだよね。はい、じゃーん、アスカのフィギュア B 賞です、やばいって、これは。すごい。露出度が。半端ねえね。うわ、これは、って感じだよね。そうだね。すごいわ。セクシー、そしてこの後ろの髪のパーツがクリアなんですね、それすごい光に当てるとよくわかるんだけどもね、はい、クリアパーツになっていて素敵ですね、はい、そしてこのポーズよね、だから台座がなくっても安定するんですよね、うんうんうんじゃあ待ってやめて、ねえねえ、あ、ねえ、あ、はい、こっち向けて、うん、変態じゃねえかよしっかり足の裏もね、はい、デザインされております、どうだ、はい、でまあここのお尻のラインとかもねすごいですね、いやもう本当にこれですね、アスカ推し、これやばいわ、はっきり言ってやばいわこれは、はい、そしてこの顔表情、なかなかさアスカもこういう表情ないね、確かにね、あれに裏の顔よこれ、あの守ってあげたくなる表情、いいこと言うねえ。僕が君のナイトになるよ。びっくりした。今、俺が今、ゾワッとしたわ、今。アスカに言ったんだよね。あなたって言うわけないでしょ。
なんでもあげすんのないとはなんなくちゃなんねんで。はい、じゃあ最後に A 賞の初号機のフィギュアの台座。はい、台座ドン。前回黒でシュッてなってたんだけど、エヴァンゲリオンらしさのあるこの六角形の赤色で3つ、はい、ついて、なんとこちら初号機のボソバージョン。うわでかいし、うん、やっぱインパクトあるね。かっこいいな。今にも動きそうな、そうね、ポーズ。ここめっちゃ怖い。そうね、これ飾ってて落とした時にはもうさようならですよ。すぐ折れるわこんな。ここやばい。はい、そして顔、表情、口の方まで結構はっきり見えるからね、正面ね。えもう迫力あるよ。そして横から見た感じ、おー、こんな感じですね。はい、ちょっとじゃあ胴体の方からね、ちょっとぐるっと。おい、いやー、やっぱね、これ裏切らないね、このシリーズ。そうね、うん、メガインパクトは本当にね、いいよ。うん、常に手を抜かないね。確かに常に本気。うん、そうね、筋肉が、そうでしょ。やばいなって。すごいね、このもう太もものこの筋肉のラインとかも、この関節とかもすごいわ。うん、足の裏、あしっかりと、うん、こういうところまでしっかりね、手を抜かないんですよね。どの角度から見てもこのインパクト感じさせられますね。そうだね、うん、後ろから見てもどんな表情してるかっていうの分かるもん、このポーズで。あ、確かにそうだよね、分かる人からしたら分かるよね。両手、この手、この手を、これも暴走体勢入ってるもんね。もう核変いつでもいけますよみたいな。そんな感じですよこれ。そうね、こうバーッてエディフィールドやってね、もうぶち破ってやるぜみたいな。もうやる気に満ち溢れたこの暴走。うわー、もう最高、これは素晴らしい。はい、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。おやすチャンネル、くじ動画たくさん投稿しておりますので、くじ大好きな方ぜひ下からチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃん。いつもの、いつもの不器用。自分不器用ですから。ね、いつものやつですね。そうね、ちょっと手間取って、でこっちはめたのにすぐ外れちゃってね。もうどっちか立てればどっちか立たなくなっちゃって、もうこれはめ外すっていうね。愛は喜びが溢れている物語。